出るのかい？明星地图雪特走，直接看剧情了。さてどうなることやら。というわけで宣教者シモンだ。宣教よろしくな。マルカ島の諸君、なかなか可愛らしい連中じゃないの。どうも。え、他看得到。ほほ。大家都看得到。幽霊か。幽霊か。残留思念。残留思念。ですね。それもとても強い。ついに宿っているようだ。何か未練があるのか。行ってみよう。さあどうかな。あってもそう簡単には言わないぜ。こやつ。まあまあ言わずとも分かっています。最近ワインの減りがひどくてですね。酔っ払って死んだやつに違いない。まだ飲み足りぬのであろう。そうだと言ったらもっと飲ませてくれるのかい。とりあえず息捨てましょうかね。待て待て、飲み過ぎたのは謝る。こう見えてもちょっとした術者なんだぜ。飲んだ分くらいは役に立ってやるよ。瀕死の少年一人くらいなら助けてやってもいいぜ。あなたがひょっとして見通しの力を持っているのでは。さあな。さあな。ちょっと見えたところでコロコロ変わるからな。なあハミル、飲み代にちょっとくらいなら持つからよ。ここに置いてやってくれないか。憎めないおっさんなんだよ。ディオンがそう言うなら構わないが。うん、悪いものには見えんしな。そうですね、むしろ何でしょう、私たちに何か幸運をもたらすような。だろだろ。というわけでよろしく頼むぜ。これからもたっぷり飲ませてもらおうじゃねえの。全部ディオンのつけでな。じゃあな。ちょ待て、出てこいこら。全部おごるとは言ってねえぞ。じゃそういうことで頼むぞ。頼んだよディオン。頑張って養うがいい。支払いの方はよろしくお願いしますね。マジかよ。还买到没钱，没钱呐、啊！怎么还有两颗星？是怎样？今こそ信徒を集める時か。这军营那么久。嗯，要出动了，那么快。ついにこの日が来た。我らは海上艦隊により帝国本土に侵攻する。海上艦隊、本土、登場。作戦の概要はこうだ。まずはできるだけたくさんの船を調達し、ヒスパニア最大規模の艦隊を編成する。艦隊にはヒスパニア全土から集められるだけの兵員を登場させ出航する。目指すは帝都アルバロンガだ。海上は危険だが、商業都市より有能な水先案内人を雇い入れた。損害は最小限にとどめられるだろう。艦隊が帝国本土に到達次第、ヒスパニア軍は即座に上陸。海軍によって一気に帝都を攻略する。帝都を落とし神聖皇帝を倒せば我々の勝利だ。この戦争は終わることになるだろう。準備が済み、天候と風向きが最良となる日を待って、艦隊は出航するものとする。このハミルカルを、そしてバールの女神を信じよ。帝国は必ず倒せる。我が民にアシュタルトの加護を与えん。常に私は最前線に立ち、お前たちと共にいるだろう。我は勝利の女神でもあるのだから。
戦において海上艦隊の意味合いは本当に重要だな。逃げ足が大事ですね。船を操る船員に一人たりとも犠牲が出ぬようハミル君から厳命されています。水先案内人はカルドハダ氏の腕利きを雇い入れていますわ。なんとか切り抜けるでしょう。ったく人使いの荒い大将だぜ。レネス軍団の方は抑えてる。スエリ族も問題ない。ハミルはうちらにとっても恩人だからな。作戦が発表された以上我々の方も早く出発せればならない。先に帝都入りし反乱に呼応する勢力を見つけたか。みんな、ハメスウドン用意はいいかな。こうやってこっそり出ていくのは性に合わんが仕方あるまい。目だな。真夜中だしな。なんだか夜逃げするみたいだな、俺たちって。人聞きの悪い。私たちは一足先に帝都へ出発するだけですわ。それにいずれこの町は誰もいなくなります。え、本当なの？クレイト。いえ、あと半月もすればタルテトスは無人の都市となり放棄されます。どうして？原油戦力のほぼ全てが帝国へ侵攻し、残された人々は内陸へ疎開することとなりますから。じゃあタルテトスに敵が攻めてきたらどうするの？捨ておくしかないってことさ。チーズさん、私としてはあまりにも辛い決断なのですが。すまない、結局これしか策がなかった。帝都で遠征する間ヒスパニアはあらゆる攻撃にさらされる。タルテトスも守りきれないから放棄して非戦闘員は避難してもらうしかない。とにかく帝都を落とすまでは耐えてもらうしかないんだ。肉を切らせて骨を断つからうまくいけばいいんだから。なに、勉強のみんなが協力するんだ。成功するさ。あとは時間との勝負になるだろう。どれくらい持つんだろうな。ネシモの時もヒスパニアは帝国に攻められて早々と降伏しまったからな。出かけるのはいいがよ、俺たちが帰る場所はすぐにでもなくなっちまうんじゃないか。なんじゃこんな夜中に。どこからか臆病風に吹かれた小僧の泣き音が聞こえますぞ。なんだと、誰だ。子さんの老いぼれ兵、新参者よ。おお、そういや見覚えがあるな。俺がバルカ島に入った頃わんさか嫌がった奴らか。最近はどうしてんだ。イスパニア軍もデリウスが連れてきた若い連中が編入されたからお役ごめんだろ。まさにそうなっておるわ。さすが長年の宿敵だったイゼベルの精鋭たち。鍛え方もそこらの若造とは段違いじゃ。わしらの出番もめっきりと減りましてな。おい、なんだよ、しおらしくなりやがって。若いもんはなっとらんとか一括してくれよ。調子狂うだろ。ディオ、ハミル様を頼むぞ。バルカ島の次世代を担う者として我らの分までお使いするのだ。おい、何言って。ハミル様、折り入ってお願いがございます。お前たち、まさかか。モノマクは貴様とも長い付き合いだが、ここは譲ってくれるか。だが、しかし。ご少女、頼む。どうしたの、急に改まって。君たちは父の代から仕えてくれたバルカ島の中心だ。どんな願いでも無限にはできないよ。いけません、ハミル様。ならば申し上げます。我ら古参兵たちにおいともを、どうか退役することをお許しいただきたい。この時期に退役するというのは、ヒスパニアにとって一番大事な時期だというのは
申し訳ありませんですが、我々も追いました。ハッシュドゥルバル様が亡くなられた際に一度退役した身でもあります。そろそろ引退をしてもいい頃と判断しましてな。わかった。君たちの申し出は当然だ。退役を認める。所定の手続きを取ってくれるから。帝都遠征の準備が優先されるから、除隊までしばらくかかると思うけど、それまでは後方支援に回ってくれ。もちろん長年にわたる君たちの忠義には十分報いるつもりだ。そんな意図はありません。即座に解雇していただきたい。言っときたいとも、こんな軍団には所属していたくありませんのでな。ハミル様の命令を聞くのも、もう真っ平ですしな。早く自由にしてくださるんか。どうしたの？何か不満があるの？もう少し率直な理由を聞かせてくれないか。我らはバルカ島の中でも支給派であり、強硬派ですのでな。ハミル様のやり方は、ずっと手ぬるいと感じておりました。手ぬるいとは？我らは、かつてのエシモ様のような覇王を望んでいましたのじゃ。歯向かう者全てを殺し尽くすような覇王。ハミル様が古きカナン人の王国を復活され、恐怖と狂気によって君臨されることを期待しておりました。故にここ最近の敵を許し慣れ合うハミル様にはついていけませぬ。これは手厳しいな。それに加え、こたびの作戦はあまりにも無謀。犬死には望むところではありませぬ。正直命が惜しくなりましたな。け、なんだ、結局ビビったんだろ。追いぼれて気が弱くなっただけじゃねえか。ここまで生きながらえた身ですからな。軟弱な王にこの命を捧げる気はないということです。なんだと。いや、黙って。でもよ、モノマ君、これは一体どういうことなのか説明してくれないか。私からは何も申し上げることはできません。要素抱歉なんじゃ。申し上げありません。無用です。すみません。まさかそういうことなのか。何だ、不明僕が不甲斐ないばかり。君たちはここで死ぬつもりなのか。悲しい風景ですね。皆が優しさといたわりに満ちているというのに。人とはなんと不器用で優しい生き物なのだろう。何とぞ退役をお許しください。黙れ、僕に命令するな。臆病者の老いぼれどもが、よくも主を愚弄したな。父の直参であったことに免じて極刑だけは許してやる。今すぐクビだ。お前たちは帝都には行かせない。ヒスパニアで隠居でも何でも好きにしてろ。はは、ありがたきお言葉、感謝しますぞ。すまない、僕が不甲斐ないせいで。ハミル様は新しき世代のやり方を示された。それはまさに王道へと至る道。故に我ら古き世代は礎とならねばなりません。何か僕にできることはないのか。どうか最後に号令を。バルカ島の総裁よ、このヒスパニアを死守せよ。バルカの野ウサギたちよ、来るべき世界の礎となれ。ほほ、ありがたきお言葉。バルカ家に栄光あれ。ヒスパニアよ、永遠なれ。どうかご恩を、ハミル様。一体どうなってるんだ。あの方たちは
为了防护这里是留下来了，对吧？置いたりとはいえ、バルカ島が誇る歴戦の勇者たちです。我々のためにできるだけ時間を稼ぎ、最後は玉砕するつもりでしょう。そんなことって、彼らはここで死ぬつもりなのですか？みんな死んじゃうの？どうしてそんな割に合わないことを？うちは認めないぞ、そんなの。どうか、責めないでやってくれ。彼らは物の子として指示場所を見つけたのだ。ここは物まくたて、心の道では先に行くことができる彼らを羨んでいる。物まくといえば、そうだな。最後は綺麗に終わりたいから。彼らは責務に忠実すぎたのだよ。本当にバカな連中だよ。逃げればいいのに。老婆就好了，老婆算了。我这个皮，你们一起死的多难听的。街や港が壊されれば、復興の日は遠のく。戦火で国土が荒れ果てれば、国自体の存亡に関わるだろう。これ以上ヒスパニアが荒廃することに、あやつらは耐えられなかったのだ。分かってる。あやつらが報えるためにも作戦を成功させねばな。皆の者、帝都へ向けて出発しよう。出発。是要存档。おまま、ごぶどうぞ。打ち続けて。所以他们这样开进来哦，这么厉害吗？我也不知道。よし、進軍だ。ヒスパニア軍団よ、我に続くがよい。どんどん行くぞ。軍団といっても僕たちだけだけどね。軍団就自己人。たく、女神様はいつだって気分上々だな。帝都に近づくにつれ、街道にも趣が出てきたな。なかなか良いぞ。よくわからぬ遺跡や石碑がたくさん並んでおって見飽きぬ。仕方ないですね。カルトはいつだって観光気分なのですから。何観光だ。カリス、ここの街道の由来を教えるがよい。どこの貴族が作ったのだ？それは…何？そんなこともわからぬのか？いや、不知道。それでは、私好きの巫女の身分を剥奪せねばならぬの。そんな…アメのお兄ちゃん、ダメだよタルト、カリスが困ってるだろう。だったらお前が説明せよ。私の観光に付き合うのだ。僕に観光案内しろっていうの？私のしもべなら当然の務めだ。よいか、私の目も肥えてきた。帝国古代の貴族たちの業績を面白おかしく説明しろ。仕方ない。なんだその生返事は。やるからには戦の心配で上の空なんてことは許さん。全力でやらぬと承知せんからな。ああ、分かったよ、ちゃんとやるっては。ここは帝国でも最も古い街道の一つでね。その証拠に石の表面も角が取れてすべすべだし、かなりすり減ってたりする。おお、確かにスベスベだ。長き歳月にわたり
多くの人々が歩いたせいなんだな。かつての帝国は街道網を整備することにとても熱心だった。たくさんの人々や物資が自由に行き来できることを重視したんだ。そうすれば商売も繁盛するし、より国が栄えると思ってね。街道に目をつけるとはなかなかうまいやり方だな。そんな思想を一番体現したのが古代のクラウディス氏族だ。この街道も彼らが作った。彼らの他にも水道橋をたくさん作ったり、とにかく帝国をどこよりも魅力的な国にしようと頑張ったんだ。お前たちの言うところの古き良き帝国貴族というやつか。自らになすべき高貴な義務を分かっていたという。そうだね。昔は彼のような立派な貴族たちが頑張ってたんだ。それに比べてお前たちはどうしようもないの。年々出来が悪くなっているではないか。でも今だってきっと彼のような人間はたくさんいると思うよ。活躍の機会を与えられていないだけで。だったら神聖帝国なんかはさっさと終わらせて、そういう連中が活躍できる国を作るのよ。そうしたいのは山々だけど、これがなかなかうまくいかなくてね。愚痴を言うな。バルカの当主だろ。まったく仕方ないやつだな。返す言葉もないね。不能反驳な。それで街道沿いに立っているのは何だ。街道の工事に貢献した貴族たちの墓や一族の神殿なんかが立ってるんだ。関係のない目立ちたがり屋なんかのどさくさに紛れてお墓や記念碑を建てたりして、今ではかなりおちゃついてしまってるけどね。画面朝陽村。おお、それでこんなありさまなのか。なかなか面白いな。さあ来るがよい。向こうにあるものも説明せよ。人使い荒いな。いや、意外とうまくいってますね。意外。ハミルもなんだか楽しそうですし。それに観光案内としてもなかなか詳しいじゃないか。どこで覚えたんだ。ハミルはガキの頃から歴史だの地理だのが好きだったからな。よくその手の本を眺めてたぜ。ま、当時は眺めてるだけで理解してるとは思わなかったけどよ。さすが抜け目のないやつだ。そうかな。それだけじゃないと思うぜ。他に何があるというんだい。あいつは本を読んで外を旅してる気分だったんだろうって思うな。帝国に監視されてるから旅行なんてできなかったし。ああ、そういうことですか。確かに戦いの話をしている時よりもずっと和んでいますね。ディオン、これでハミルお兄ちゃん少しは元気が出たかな。まあな。つまり3人でハミルを元気づけようとしていたわけですか。そうだよ。出発してから元気なかったから、ちょっとでも喜んでほしくて。あいつもいろいろ抱えちまってるからな。バルカの家なんかに生まれなきゃのんびり観光旅行を楽しめただろうに。そうですね。彼はまだ少年で悲しいくらい若かったのですね。あれ？向こう見て、なんだか揉めてるよ。喧嘩してるのかも。どれ？ありゃ剣闘士だな。ここを通してくれ。軍人の巣。我々はキサルピナへ向かう途中の剣闘士だ。このままでは工業に間に合わぬ。殴り殺されたくなかったら早く通しな。オイラたちは気が短いんだ。明日には死んでるかもしれないんだからよ。キサルピナ？アルピノさんの麓か。ダメだダメだ、いやしい剣闘士どもめ。どうせ蛮族上がりだろ、行かせるわけにはいかん。あの辺りはガリアの蛮族どもが奴隷となってたくさん暮らしている。お前らのようなろくでなしが反乱をけしかけないとも限らんからな。どうしてだ。今までガリアの特集だろうと闘技大会があれば言っていた。これじゃ身動きできないじゃねえか。
どうしてこんなに厳しくなってるんだ。知らぬのか。テメネルムの席をヒスパニアの反乱軍が襲ったのだ。お前らの神聖なる皇帝陛下が追い払ってくださったそうだがな。本当にありがたいことよ。それ以来、帝都周辺は厳戒態勢だ。今までの慣例を破って多くの軍団が展開し、防備を固めておる。関所も厳しくしろってお達しが来ててな。剣闘士みたいな身元も定かでない連中はこれ以上帝都より離れられねえ。諦めな。ついてねえな。ヒスパニアの反乱軍というのはそれほど強いのか。弱くはないだろう。少なくともヒスパニアが帝国に負けたと聞いておらんからな。だが皇帝陛下に追っ払われたのも事実だ。間違っても手を組もうなんて思うんじゃねえぞ。何言ってやがる。おーい、帝都より急な知らせだ。なんだ、後にできないのか。今立て込んでるの分かんだろ。最優先事項だ。実はってわけでな。なんだと。なんだと。運の悪い野郎だ。長引くなら通してもらうぞ。おっと待ちな。実はたった今知らせが入ってきてな。帝都より逃げ出した剣闘士の一団がいるってんだ。聞いた話ではお前たちとそっくりでな。それがどうしたというのだ。オイラの拳を味わいたいってのかい。俺たちは正規軍だぜ。舐めてもらっちゃ困る。一応温情ある措置が出てる。今戻れば命だけは助けるそうだ。少なくとも次の大会までは化け物になぶり殺されるまでは生きていられるらしいぜ。おとなしく引き返せよ。どこまで逃げても相変わらずつまんねえ試合ばかりだな。我らは戦いに命を捧げる奴隷だが恥ずかしめは受けてる。その申し出は断らせてもらう。仕方ない。物ども出会え。逃亡した剣闘士を殺すのだ。ああ束になってかかってこい。全員ぶちのめしてやる。お、始まったな。このままでは剣闘士が繰り返ってんのぞ。これトノマとは喧嘩ばかりしていますよね。お互い事情があるんでしょう。で、お前はどっちにつく。俺とはここで戦う気。どうせ戦いが終われば争いを見ていた関係者として根掘り葉掘り聞かれるぞ。これは致し方ありませんね。押し切るしかないか。剣闘士さんを助けてあげて。分かったよ。もちろん剣闘士を応援するさ。そこなくちゃな。あ、よさかんビジ。よし、そこの剣闘士ども助け立ちしてやる。ありがたく思うがよい。どうなったかは知らぬが、かたじけない。我が名はパリス。おいらバドってんだ。よろしくな。何、仲間がいたか。ますます怪しい剣闘士のもめ。好きに捉えてりゃいいさ。あんたら傭兵崩れかな。お互い常に傷を持つ身のようだな。まあな、ここで身元は明かせねえが、お尋ね者ってことは間違いねえぜ。なら構わねえ。一緒に帝国系ともぶっ飛ばすやろうぜ。有 NPC 的时候，这边就有两张速通关台，否则就是速悲剧。看一下场地呗，啊，直线走。啊，怎么这么难呢？
这男生必须挂掉的，才最难，没有比这更难的。看一回合会干掉吗？可是冲过去有意义吗？应该是来不及冲过去的，神，这买个水应该还蛮有救。弗洛洛斯，カルタハダシの波弾ぬよう頑張ってみせます。すぐに行く。上面直接可以打，啊，这打不到什么？这都打不到，直接被狙了。火球。哇，直接球到爆啊！すぐに行く。两个一滴啊，亏翻了，他没一。
ちゃん。ホモン。这样打不死，我还是用魔法打这洞坑。没什么，什么毛？直接什么毛了？怎么这样也打不死？夸张！我比较没想到是魔法这样打不死。可以实力攻击的哪招啊？真的不太痛啊，哎，那没人补我，啊，我需要不会捡个资的吗？140这个没办法打他吧，合理，一定要魔法打才行，不然就要像他一样攻击够高才行。够了。
要换大鸟姐姐，可能可以收录他。短腿哥，短腿姐，很好。啊！他怎么一直变回来？好悲剧！呵呵，爆了，悲剧！想看是要把，要直接把大象打死才是。大象看是无用之地啊，不对，这有人骑的话不能那个，不能右旋。哦，算了，那就别打了吧。下次弓箭更应该秒掉，
枪哥就把他打死。冲不上信用都没有啊，是吧？他们防御都蛮高的，破百了，看人家人人都破百的。这场是主打魔法战斗啊，但没有魔法角色。我靠，他怎么跑呀？我枪毙了！对啊，他怎么弄到？攻击220，哇，好猛，好猛啊！太好小了，23，发现腿短，腿短姐。呼吸比较快，这样不行啊，保率好高。没办法，一会儿就打死。只能七招而已，别招了。起こしてんじゃねえよ。会痛啊，呼呼这样。下没秒掉，哈哈，真补血，我没看错。What the fuck？ 哇，好强，好扯，太扯了。那他上去就被秒掉了，好恐怖。这角色怎么恐怖啊？传说的不是我杀你，就是你杀我啊，那个嘛。一滴，大概撑个几下。ようやくお呼びがかかりましたね。没听啦！待ってください。
是你又会吗？还是 game over 了吗？怎么这么？难打了吧？大象哥，够惨！靠呗，两个人是自杀的吗？无人了，两个笨蛋吗？我上面还是宝箱。迟到。用没有，不要浪费他们身上好了，身上好浪费。收到。史上最会防御的角色，为什么他可以这么会防御呢？还是招魔法把他吃掉了？人使いの荒い奴らだな。打不到。也合理啊。那洛克飞拳呢？啊，打不到。洛克飞拳可以用魔法吧？神杀改，高级神杀版。我的天哪，太崩溃了，干那两个脑冲啊，不要要没得脑冲而住，没想到这么痛。秒一秒。只要剑诀。怎么说他好像会耶？哎对耶，我都忘记他会耶。死死，我靠，没事这种形状。这么难用，他只是挡路的，不会啊，都不回去，雪特。很多人都卡在一起了，
抓，这回没办法抓。就我队友会去把他打死，我觉得。我队友真的太 OP 了。啊，没办法。他只能帮忙补血了，成为专业补血哥。什么？什么？怎么没死？这让我有点意外。好的、okay ，我实在是不太好杀、啊。我觉得直接出手冲过去给他一刀比较快。哦，我靠，偷魔的，还有这种招式。待ちくたびれましたわ。3D 而已，还是要打到恢复了。靠，不行啊！站在这里会不会打？哎，我都忘了他右边影子哎，唰，直接唰了，我都忘了。哦，可以。距离加的情况下是可以，可是站旁边会被揍，要下一回合才行。应该打不到我吧？当做他打不到我吧。哎靠，这样打不到。刀可以放根本啊，无招可放就是闷，超痛。倒是250啊，好夸张！但这背后死人过费，魔力超能将你干掉！哦，靠，过不去。这样的话，看到什么还没把他打死哦。有点浪费，他们也没办法打王。这回就这样变强了。
在这里，这很明显在用魔法风，风和火刚好，它刚好可以弹，非常完美。可是有两个脑冲要冲上去了，就是非常糟糕的一件事情。大象缺点是它位置没对好，会没办法攻击。看到一回合直接打爆他了，哦，算了算了，还是归后面啊，乖乖归后面就好了。欸，弱，啊，糟了，我队友，不要死啊！你不要死啊！然后可以换队长出来，还来不及了。上一回还没有玩好，呵呵，我觉得啦。问题就是主角要不要？あとは任せた。哎，不能换队长，队长在哪里啊？哎，为什么队长在你身上？咦，为什么队长在他身上？这就是什么误会？哈哈，来来来来啊！一定有什么误会，搞错了。搞错啦，搞笑啊。お嬢様、どうでしたか？按错了。我队长怎么在身上呢？莫名其妙。啊，打不到，根本打不到，悲剧。少し強くなったみたいです。やった。还是应该直接让他杀的。好，错了，应该直接让他杀的，不然就让主角杀了。バルカの何かと。都杀完了没啊？算了。勝ち続けてみせる。早忘记了，啊，时间到了。我等级有两个比敌人还高。
うっせーすっせー。还没办 S 级，没办法，主要是因为我角色比电还高等级。我有什么办法？我没特别练。好吧，先这样，谢谢。